ナディアーズ、レディ。今回はドイツ軍歩兵ユニットグラナディアーズの紹介を行います。グラナディアーズはドイツ軍の基礎歩兵ユニットであり、 T1 インファントリーカンパニーでマンパワー240を消費することで生産できます。グラナディアーズは弾薬60を消費して MG42 LMG を1丁装備することができます。この武器は立ち止まっていなければ射撃できませんが、対歩兵能力を向上させます。またグラナディアーズは弾薬25を消費してパンツァーファウストを使用することができます。パンツァーファウストはソビエト軍の対戦車手榴弾と同様に威力は低いものの、必ず対象車両をエンジンダメージ状態にします。オンザウェイ。また HQ でエスカレート2バトルフェーズ1のアップグレードを完了させると、グラナディアーズはライフルグレネードショットが使用可能になります。このスキルは弾薬20を消費してグラナディアーズがライフルグレネードを射出します。さらにグラナディアーズはマンパワー150を消費してバンカーを建設することができます。ベテラン C を獲得したグラナディアーズはフィールドファーストエイドが使用可能になります。これは傷ついた味方歩兵ユニットに対してだけ使用可能なスキルで、弾薬20を消費して対象歩兵のヘルスを回復させることができます。ただし自分自身には使用できません。Load rifle grenade! Grenade! Using rifle grenades! Grenadier squad is taking fire! So much fire! We're not staying here! You have orders? Jawohl! Victory is ours.